料理番組やレシピサイトなんか見ると塩ひとつまみとか書いてありますよね。このひとつまみには正しい指の使い方があった。どうつまむのか3割しか知らないこと。失敗したら食べられませんからね。大丈夫ですか。よく行きましたね。そここれぐらいかな。どの指ですか。人差し指と中指のこの溝にちょっと埋めて、ちょっと薬指で添えてみたいな。え、溝に埋めて。変なこと言わない方がいいです。溝に埋めてとか言わない方がいいです。何本使うかを言った方がいいです。3本親指と人差し指と中指ですね。そうで、よろしいですか。どうですか。鼻高です。よかった。なんか薬指添えてとか言うから。危なかったですね。親指、人差し指、中指の3本、およそ 1.5 グラムをひとつまみというんですね。